不明点があれば私に再度アクセスしてもらえればいつでもブリーフィング内容の確認が可能です。ではブリーフィングを開始します。本オーダーは前からの依頼となります。オーバルリンク内の全支配領域内にある生産施設にて AI の汚染が確認されました。本オーダーはその当該施設の破壊が目的となります。任務開始時刻までに準備を完了し出撃に備えてください。ふーん、ふーんって、他に何か感想ないの？みんな死んじゃえばいいの。私は壊すの大好き。ちまちましたのを相手にするより施設の破壊のが楽しそう。ワクワクするな。事業域内の施設がイモータルに汚染されるとは全部気が気ではないだろうな。とはいえ人工知能を搭載した無人機である以上連中に抵抗する術はないわけだ。おじさんが汚染されたら私とアビスがぶっ壊してあげるね。いや、イモータルは人間の精神を汚染することはできない。だから我々アウターが傭兵として徴用されるんだ。理解できるかな？全然わかんない。私たちみたいに死んでみたらそっちの方がいいって思うかも。俺の義足は特別製でね、俺の命よりずっと高価なんだ。壊すのは勘弁してくれ。おっと、君が噂のルーキーだな。ジョニーから話は聞いたよ。俺はバレットワークスのペインキラーだ。それでこの二人がシェルのヘブンだよ。アビス、シェルは知っているね。あの貴族の青年が擁する解放旅団だ。彼女たちはセイビアーの妹たちということだが、いや、君の心配はわかる。しかし二人ともアウターとしての腕前は一人前。いや、それ以上だ。私たちそのおじさんより強いよ。あながち冗談とも言えない。現場で誰と組むことになるかはわからないが、信頼に足る傭兵だ。では失礼する。アーセナルの整備をしておかなくてはな。また後でね。死にたくなったらバイ。当該領域のフェムト粒子が検知。短距離レーダーへの影響はありません。各機のデータリンク開始。詳細の通信回線を開きます。では、また会ったら。よろしく頼む。アビスは別の担当になっちゃった。今日は何して会うのか。イモータルによって汚染された特定施設の破壊です。そうだった。ネーションの支配機内で汚染された AI を生産し続けられてはたまらない。全にとっても終分の類。どのくらい壊していい？好きなだけやって。ただし、セイビアから言われたことは覚えているね。うん、ちゃんと覚えてるよ。仲間を撃つのを見て、フォーの言うことはちゃんと聞く。それでいい、大丈夫。褒められちゃった。おじさん、いい人。壊すときは、痛くないように壊してあげるね。そりゃ嬉しい。当該施設の周囲には多数の適正 AI が確認されています。ご注意を。町田さんもそう簡単にはやらせない。
出ると思ったのか。甘く見られたものだな。生産施設の稼働が停止しました。オーダーの達成を確認。機関シーケンスを開始します。もう終わり？壊し足りないな。早く帰ってセイビアに任務の守備を報告しないと。だそうだった。兄様、褒めてくれるかな？かな？ああ、きっと褒めてくれるだろう。ルーキーもいい仕事だった。ではブリーフィングを開始します。本オーダーは前からの依頼となります。オーバルリンク内の全支配領域内において適正 AI の侵入が認められました。当該エリア内の適正 AI の排除が本オーダーの目的となります。当該エリアはスカイユニオン支配域と隣接しており、スカイユニオン側も適正 AI への対処を行っていると思われます。そのため本オーダーにスカイユニオンが介入してくる可能性があります。任務開始時刻までに準備を完了し、出撃に備えてください。いつもの任務って感じ？それにしては報酬が高めに設定されてるけど。ちょっときな臭いな。ゾアさんの言いたいことはわかります。面倒なことにならなきゃいいんだけど。適正 AI とイモータルの排除は世界平和につながることだけど、少しお高めの報酬が怪しさを高めてるんだけど。俺は実績が欲しい。ジョーちゃんのところも台所事情が厳しいんだろう。この間もリジットがボコボコにやられたって聞いたぜ。毎度毎度よく死なないもんだ。不死体ってあだ名もうなずける。うちってば任務の報酬とアーセナルの修理費のバランスがおかしいんだよね。傭兵って言えば世間一般的にはめちゃ稼げるはずなんだけどな。防除隊は大変だな。それに引き換え、うちは兄貴と二人だから気楽でいい。ルーキー、さっき言ってたことはあんまり気にするなよ。何もなければただの美味しい任務だしな。そういうことだ。それじゃ僕は失礼する。嫌な予感がするんだよね。嫌な予感が。オーダーを受けちゃったから仕方ないけど。ルーキーさんも十分に気をつけてね。フェムト粒子の濃度は軽微。短距離レーダーへの影響はありません。各機のデータリンク開始。小隊の通信回線を開きます。よ、ルーキー。組むのは二度目だな。気は進まない任務だけど、よろしく頼む。ジョニー、あんた、弾はついてるのかい？ぶっ放す前からそんな弱気じゃ。いつまで経っても男になれないよ。
それドレイク姉さんにまくればそうかもしれないけどさ、慎重に越したことはないって話だろ。この任務、本物の戦場に比べればままごとみたいなもん。親父さんだってあんたには期待してるんだよ。本当かな、俺だけコールサインだ。ったく、どこから湧いてくるんだいこの AI どもは。限度ってものを知らないのかね。新たな機影が支配域境界方向から出現しました。新たな機影？ AI か、それともイモータルか。識別信号を確認。そのどちらでもありません。どっちでもない？どういうことだよ。まさか総員か。おい、どこの所属？ジョニー、不用意に近づくんじゃない。甘いな、甘い甘い。伏せたカードを手に取るときはもっと慎重にならなくては。あんた、ウエストセブンの。どうしてジョニーを。ん？こっちのモニターにはお前たちが適正と表示されてるんだがな、何かの手違いかな。姉さん、もう一機来る。兄貴、俺の分も取っておいてくれよ。あちらさんはまだ2枚のカードを手札に持ってるぞ。1枚はバレットワークスのジャジャウマ。さて、もう1枚はどうかな。レッド、お前にあのカードをめくる勇気はあるか。兄貴がやれって言うなら俺は何だってやってやる。ウエストセブンの狂犬兄弟か。ジョニー無事かい。動けるなら離脱しな。適正 AI が集まってきています。任務を遂行してください。姉さんとルーキーを残して逃げられるかよ。俺の機体はまだ動く。戦えるうちは戦う。うん、いいぞ若造。一撃で終わられては手加減した意味がないからな。なんだと。ゲームはプレイヤーが多ければ多いほど盛り上がる。楽しくなってきたじゃないか。チッ、バカ兄弟と敵 AI を蹴散らして戦闘エリアを離脱するよ。ルキジョニー、ついておいで。鬼ごっこの始まりだ。片っ端から殺しまくるぜ。しまった、私たちをルーキーから引き離す作戦か。フォー、なんとか押し。現状を脱するための対策を検討中。気づいたところで遅い。もう少し楽しめると思ったんだが、こんなものか。なあ兄貴、こいつを殺したら利益が何年減るかな。知りたければカードをめくってみることだ弟よ。そうすればおのずとわかる。俺がやってもいいのか。雑魚には興味がない。好きにしろ。それじゃあ食っちまうぜ。オービタルからミラージュの使用が許可されました。リミッターを解除します。ミラージュ、傭兵が乗ったアーセナル相手にかよ。そりゃいくらなんでも。ルキ、構わないよ。ぶちかましな。
位が動かねえ。落ちる。助けてくれ。初めての起動であそこまでミラージュを使いこなすか。面白い。実に面白いじゃないか。兄貴、兄貴。レッド、お前は自力で帰還しろ。生きていたらまた一緒にゲームをしてやる。ではまた次のゲームで会おう。あー、兄貴。オーダーの達成を確認。帰還シーケンスを開始します。終わったのか。まだ生きてるのが信じられないぜ。ルーキーのおかげだよ。感謝しな。姉さんの言う通りだけど、前回ギガント級と遭遇したのもルーキーと組んだ時だったからな。もしかしてお前疫病神なんじゃないか。天使でも疫病神でも戦場じゃ生き残ったやつの勝ちだ。動けるうちに帰還するよ。姉さん、落ちたバカ弟はどうします？あのままじゃ死んじまう。あんたがそう言うなら仕方がないね。フォー、墜落したバカの収容を手配してやりな。了解しました。オービタル経由でスカイユニオンに要請します。ありがとうございます、姉さん。いいさ、親父さんならきっとあんたと同じことをしたよ。しかし生き延びたはいいけれど、こりゃ戻ってから一波乱あるね。ルーキー、後からオービタルの査問会に呼ばれるかもしれない。ジョニー、あんたも私もね。査問会はともかく、早く戻って熱いシャワーを浴びたいっす。生きた心地が全然しない。ジョニーの言う通りだね。帰還するよ。イエスマン。本当、ひでえ一日だったぜ。ルーキー、ちょっといいか。今日のことでちょっと話しておきたいことがある。で、話があるのは俺じゃないんだけどな。バレットワークスの団長だ。皆からは准将と呼ばれている。いや、形ばかりの挨拶は必要ない。ここじゃ生まれも人となりも関係ない。戦績だけが評価の証だ。お前のことを准将に話したんだ。他の戦績も調べさせてもらった。ジョニーを責めるな。私が命じた。その上で話しておきたいことがある。俺、席を外しますか？いや、ジョニーも聞け。ドレイクにはもう話したが、お前たちが巻き込まれた任務について、オービタル、全スカイユニオンの全記録が抹消されるとのことだ。はあ？どういうことですか？星はちゃんと払われるんでしょうね。お前が気にすることじゃない。今日あったことは誰にも喋るな。いいな。準将がそう言うなら俺はいいっすけど。でもこいつは、ルーキーはどうなるんです？この一件で死にかけたんですよ。戦場では死は常に隣り合わせだ。今回の任務に限ったことじゃない。それはそうっすけど、でも。お前の気持ちはわかる。しかしこの件、今は俺に預けてくれ。もう少し事情がはっきりすれば、お前たちに話せることもあるだろう。だが今話せるのはこれだけだ。やっさ、わかりました。俺たちは準将を信じます。ジョニー、それと新人、お前たちは
自分たちを殺そうとした相手を救ったんだってな。なぜだ。なんて言えばいいのか。俺たちの敵はイモータルです。傭兵じゃない。あいつらを殺したって世界は救われない、そう思っただけです。そうか。順将、できればお前たちのような若者を死なせたくないものだ。用事を思い出した。では失礼する。緊張した。俺順将があんなに喋るのを初めて見たよ。普段はめったに口を開かないんだぜ。とにかくそういうことだ。今日はほんとお互いひでえ一日だったな。あとは順将に任せて俺は寝るよ。じゃあなルーキー、今日の借りは必ず返す。それまで死ぬなよ。絶対だからな。可能性の存在、存在の可能性。綴られた言葉はほどかれ、糸となる。生命を構成する不可思議の糸。世界を構成する不可思議の糸で織られた模様。見せられているのか、見ているのか。そうか、それが生命。すべての糸が自分の糸と寄り合わさる。自分であって自分ではない存在。始めよう。